マハイモンで、うん、そのまあ、海外のメンバーとかが、うん、いっぱいいっぱいその入会して人数増えていってるじゃないですか。現実増えてるって証拠は、海外のメンバーの証拠は言ってもその私が分かる範囲は政教新聞でだったら増えてますよって言ってるわけです。そう、それと本館に海外から全員来てないでしょ。来てないです。要はあのくらいの人数なんか別に何ぼでも動員できるじゃないですか。本当に増えてる実数なんかないんですよ、海外で。あ、そうなんですか。ないよ。だって日本でこれだけ衰退してるのに、何度も言ったら200万票も公明党の票を減らしてるのって、海外だけは伸びてるわけないじゃないですか。トリックの、あの本館の会場に集まるくらいの外人なんか何度でも呼べるでしょ。金使ったっていいですよ、あのくらいの人数。何人来てんの、何千人とか何万人じゃないでしょ。一生分のお金を貯めてどういうの来てますとか言ってますよね。そういう人もいるかもしれないけど、せいぜいだって数十人でしょ。その数見てさ、世界中で伸びてるのってのはもうただの幻想つかトリック。すごいもうこういう体験発表もね、ペラ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 こっちで翻訳で、もう言うじゃないですか、日本人は。全部演出しようと思ったら何でもできますよ。そうやって言わせることも可能だし、じゃあ家に行って取材行ったのかって話だよね。その海外のお宅まで行ってその取材して、本当にそれも外部の人だな、ジャーナリストがちゃんと取材して、そういう検証されてるのかっていうことをまるっきりみんな吹っ飛んじゃってるわけ。ある組織が意図的になんぼでもを使ってなんぼでもできますよ。しかも金をうなるほど持ってるんだから。なあ、さっさまで人のほっぺた引っ張ったけは何でもやりますわ、人は。そういうトリックっていう、本当にただ手品を見てるだけなの、本館なんて。あんなたった数十人だか知らない、これ見たことないけど、おそらく数十人でしょ、外人がキャーキャーワーキャー言ってんの。何千人とか何万人と単位じゃないじゃないですか。逆に本山なんか海外部が来る時なんて本当にすごいよ。もう海外のあのプラカードが立って本当にその人数総数みんな来るからね、ダダダダダーって。そんなあの本館っていう一つの会場にただ何人かトップを集めるようなそんなレベルじゃないから。皆さんそうやってこの本当は衰退してるものを本当に大本営の発表と同じね、日本が負けてるのに勝った勝ったっていうふうにさ、それだけを見てるだけだ。でパッと気が付いたら本当に負けちゃったってことだよ、大臣世界大戦、太平戦争です。でもインテリの人たちはみんな見抜いてたわけで、バカな大衆だけがそうやって大本営発表に載せられてたってこと。